はい、こんばんは。高校1年生からの数学の質問です。ちょっと問題読みますね。四角五、あ、これは2019年の前頭の11月です。まあ、ここに書いてある通りです。で、四角五番、箱 A の中に黒玉2個と白玉1個が入っていると。括弧1、箱 A から無作為に1個の玉を取り出し、色を調べて元に戻すことを1回の試行とし、この試行を5回繰り返すと。1,2,3,4 が問題あって、1番、5回連続して黒玉が出る確率を求めようと。で、2、5回のうち少なくとも1回白玉が出る確率を求めようと。3、5回のうち黒玉が5個、あ、3個か、黒玉3個、白玉が 2個出る確率を求めようと。で、4、5回のうち黒玉が2個以上、これがちょっとめんどくさいかな、出る確率。じゃあ2番、ちょっと後で読みます。じゃあ1番。横に生徒がいるんですが、生徒は声出しません。はい、いきます。5の1やる前に、まず図で言うと、当然箱 A の中に、今回箱 A しかないんだけど、黒白ね。で、一応これ書いた方がいい。黒は出る確率3分の2、白が出る確率3分の1。これはまあ書いた方がいい。これはもう略して書いてるけど、まあ一応、まあ文にして。いい。じゃあいきます。1番。5回連続して黒玉が出る確率はって、まあ、実数稼ぐためにここに5回連続して黒玉が出る確率は、当然3分の2が 5回もね。じゃあ3分の2かけ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 3分の2で、計算間違ってなかったら243分の32と、まあ、これはいいとして、 OK。 で、2番、5回のうちじゃあ少なくともっていう言葉を見た瞬間に四字熟語ね。ということは、全部黒玉ですよと、ここに書いてある。5回すべて黒玉が出るのが3分の2の5乗。よって、ここに一応書いた方がいいけど、よって少なくとも1回白、5回のうち少なくとも1回白玉が出るのは、四字熟語の考え方で、1引く3分の2の5乗と。で、これ計算間違ってなかったら、243分の211と。なんか問題文に少なくともって見た瞬間は、もう四字熟語。四字熟語。で、次、3番、こっちか。はい、今1番2番で、1番2番で3番、ね、はい、で3番、はい、いきます。5回のうち黒玉が3個、白玉が2個。じゃあ黒玉の確率は3分の2、白玉3分の1だけど、並びがあるので、並びがあるってことは、これの並び、あ、これじゃない、5回か、5回のうち、だから黒玉が3分の2が3乗、白玉3分の1が2乗なんだけど、並びがあるので、5C3×2C2、まあ普通は 2C には書かないので、 5C3 をくっつければいいと。この並びをね、黒白黒かもしれん、黒黒白かもしれん、その並びが 5C3 と。で、計算したら243分の80と。で、次、4番がややこしくて、5回のうち黒玉が2回連続、2回以上連続か。2回以上連続ってことは、最低でも2回いるので、この4パターンと。この4パターン。4パターン。まず、この、あいうえって書きましたが、まず、あから。黒、これ何でもいいってこと。四角は何でもいい。白でも黒でも何でもいいと。だから少なくとも2回って書いてある。だから2回連続だから、別にこの四角のところに黒が来ようか白が来ようか、それは何でもいいと。黒は何でもいい。で、何でもいいっていうのは確率1ね。ということは、3分の2かけ3分の2かけ1かけ1かけ1と。これで9分の4と。つまり1回目から黒出るパターン、ね。1回目から黒が出るパターン。あ、書いてもいいんだけど、1回目から黒が連続する場合と。で、E は1回目が白と。あと2回目、3回目に黒で、4回目、5回目はどっちでもいいよってやつ。じゃあこれ、白は3分の1だから、3分の1かけ3分の2かけ3分の2かけ1かけ1ね。これで27分の4と。で、今度はう。うは、うは、ちょっと見るかな。うは、あれ、はい、いきます。じゃあうは、1回目はどちらでもいい。黒でも白でも。でも2回目は白指定だ。つまり3回目からが、
3回目4回目に黒黒で連続する必ずね。で5回目は別に黒でも白でもいい。だから3、4は3回目4回目は絶対黒のパターン。それがじゃあ、確率は 1×3×1×3×2×3×2×1 と。これで27/4と。だから2回以上ってことはもう絶対2回は黒を指定しとかないといけないと。で最後 A は4回目5回目に黒が来るパターンで1回目2回目はどっちでもいいよと。どっちでもいいよ。ただしこれ計算間違えやすいんやけども、間違えて絵のここの四角のとこ 1×1 ではないと。ここに黒黒が来たらこれを1回目と全く一緒になっちゃうので、あと違うようにするためには 1×1 じゃなくて黒黒、つまり3/2×3/2以外、だから1から4でしょうね、1から3/2×3/2、つまり黒黒じゃないよって確率を出しておくと。ここでね、1-3/2×3/2で、これが1回目2回目ね。で3回目が白3/1で、4回目5回目で3/2×3/2と。これで、243/20と。で以上 A から A で、まあ一言、まあ配反、 A から A はそれぞれ配反よりと、まあ一言書い、まあ書かなくてもいいけど、まあ一言書いといて、じゃあ足していってください。9/4+27/4+27/4+243/20、答えは243/200と。あ、ごめんね。間違えた。足りんわ。これが、243/200じゃなくて、合ってるか。いや、合ってる。計算、暗算間違えた。243/200合ってます、OK。じゃあこれカッコ1番ね。はい、以上。でこれ暗算でやった時に、あれ200になるかいなと思った。243/200。はい、じゃあ次カッコ2番がちょっと2枚あるんだけども、じゃあカッコ2番は、今度赤を3つ追加したと。箱 A の中に赤を3つ追加したと。じゃあ一応前もって黒の確率6/2、白の確率6/1、赤の確率6/3は書いておくと。まあ約分してもいいけど。でまず1個目、黒白赤が2回ずつ。じゃあ2回ずつだから、まあ黒6/2の2乗、白6/1の2乗、赤6/3の2乗は当然なんだけども、その並びがだから黒黒白白赤赤赤もあるし、黒白赤黒白赤、それが何通りかというと6個文字があって、2個同じ文字、2個が同じ文字、これの、計算の仕方が6の階乗割る2の階乗割る赤かけ2の階乗かけ2の階乗ってやり方があったと思います。あれと全く一緒。だから黒白赤の並びが、だから黒2個白2個赤2個、同じ文字が2個ずつあると。それの並びはこれと。これいい。でこれ計算したら72/5と。これが2の1ね。72/5と。で問題は次なんやけど、これが難しくて、問題文が、黒白赤それぞれ2回ずつ出て、かつ同じ色の玉が連続しない確率と。今の2の1は同じ玉が連続してもそれは構わないと。2の1はね。でも2の2は黒白赤が2回ずつは同じなんだけど、連続しない、同じ色が連続しないと。じゃあどうするかっていうと、こうです。これは樹形図を書いた方がいい。つまり1回目が黒の場合と、1回目が黒の場合、これ実は10通りあるということは、1回目が黒で10通りだったら、同様に白の1回目が白の場合も10通り、赤の場合も10通りだから計30通りあるはずと。でこれは一応書いた方がいいと。だから黒白赤黒だから、これ全部ね。でこれでまあペケって書いてるのは噛んでもいいけど、よ、これで10通りあると。先にこう回しておくと、
から答えとしては、あとは6分の2の2乗、6分の1の2乗、6分の3の2乗かけて、でそれ頭に30ね、30かけて216分の5とっていう回答を作ってください。だからこの樹形図めんどくさいけどね、これ時間かかるけど書いてください。なんか模範解答には丸1、丸2、丸3って書いてあって、まあ、結局言ってることはこれと全く一緒、言ってることいいじゃん。じゃあちょっと動画の都合上もう一回、横に生徒がいるのになってカメラが斜めになっちゃったけど、こうで、で、こうで、で、こうね。はい、じゃあ以上です。